パウロロベルト・ファルカンパウロロベルト・ファルカンは、ブラジル・サンタ・カタリーナ州出身で、元東国代表のプロサッカー選手、サッカー指導者、元日本代表監督、現役時代のポジションはミッドフィールダー。1970年代後半から1980年代中期の、ブラジルを代表するボランチ。下がり目の位置から放つ正確なロングパスを駆使して、中盤を操り、 気を見て前方へ進出し、ミドルシュートを放つ、またトリッキーなパスを使って、攻撃に変化を与えることを得意とした。そのプレイスタイルは、イタリアのサポーターから、ユニフォームとスパイクの代わりに、スーツと革靴を身につけても、彼は同様のプレーができるだろう、称えられた。クラブではインテルナショナルで、リオグランデドする州選手権に5回、ブラジル全国選手権に3回優勝。 1980年にイタリアの AS ローマに移籍すると1982から83シーズンに41年ぶりのリーグ優勝に貢献。翌1983から84シーズンには UEFA チャンピオンズカップ決勝にチームを導いた。ローマのサポーターたちはファルカンを王政ローマ時代の7人のローマ王たちに匹敵すると称賛しエル・アターボリディローマとした。 ブラジル代表では1976年のイングランド戦で代表デビューを飾るが、通算記録は36試合9ゴール。当初は攻撃的 MF としてプレーしていたため、ジーコの控えであった。しかし1982年ワールドカップでは、ボランチとしてジーコ、ソクラテス、トニーニョセレーゾと共に黄金のカルテットを形成した。一時リーグでは、 スコットランド戦とニュージーランド戦で、それぞれ1ゴールずつを上げ、2次リーグイタリア戦の後半23分の2-2の同点に追いつくミドルシュートを決めるなど、その存在感を示した。その後数年間は、代表から遠ざかっていたが、1986年、ワールドカップを控えた3月に復帰、しかし本大会では、グループリーグの2試合にのみ出場した。現役時代のファルカンは、 ドトールとあだなされ、整形外科医としての顔を持つソクラテスに劣らぬ、理智的なサッカー選手として認知され、卓越した戦術眼を叩いて、走る指揮官の異名が定着した。そのことから現役引退後は名監督になるだろうと期待された。1999年、ワールドサッカー史の20世紀の偉大なサッカー選手100人で85位に選出された。 1990年にブラジル代表監督に就任し、指導者としてのキャリアを本格的にスタートさせた。カフー、マウロシルバラ若手選手を中心に代表招集を行い、1991年のコパーアメリカに挑み、準優勝の成績を残すが1年で解任された。その後はメキシコのクラブアメリカやプロとして初めて契約したインテルナシオナルを指揮した。 1994年にハンス・オフトの公認として日本代表監督に就任する。当時のマスコミからはこれを意外な人物として受け止められた。当初、日本サッカー協会は経験豊富で修羅場をくぐった経験のある人物を代表監督にという選考条件でテレサンタナラとの間で交渉を進めていたが、スタッフ費用込みの都市契約10億円という、 金銭面で折り合いが合わず決裂。元フランス代表監督のミシェル・イダルゴ、元アルゼンチン代表選手であったオズワルド・アルディレスに打診するも拒まれる。その後、当時の JFA 関係者であったセルジオ・エツゴを通じてファルカンと交渉に至り、その結果の人選であった。ファルカンは数年後にラミオランダ2部 SBV エクセルシオールから帰国した。 小倉隆や前園正を岩本テルオラー多くの若手選手を代表に抜擢するも、前任の代表監督であるハンス・オフトの細かい、戦術的指揮から、ほぼ選手の自主性に任せた、ファルカンの指導法に、選手らが戸惑い、オフトと違うと、監督としてのファルカンを疑問視する声が出始める。そして、就任直後のキリンハイにおいて、フランス代表に惨敗。 広島で行われたアジア大会準々決勝で韓国代表に敗れるとこれらの責任を問われ解任された。敗戦後に会場を去るときサポーターの一人にブラジルに帰れ二度と来るなと叫びながら空き缶を投げられるも日本にも一人だけ本物のサポーターがいたなと話した。その後は1996年から2010年までブラジルのテレビ局ヘジグローボで 14年間にわたって解説者として活躍した。また、ラジオがシ所でサッカー選手のインタビュー番組を毎週行っていた。2011年に、フルスのインテルナショナルの監督として、久しぶりに監督復帰を果たした。2012年は、シーバイーアの監督を務めた。2015年9月20日、スポルチレシフェの監督に就任した。ありがとうございます。